音楽。お腹空いてるね。はい、それでは特盛の皿うどんと餃子を食べて1時間が経過しましたので血糖値を測ってみたいと思います。一気に下がりましたね。139ですかね。と念のためにもう30分して測ってみますね。でかい皿うどんと餃子を食べて90分経ちましたので血糖値を測ってみたいと思います。もしかしたら糖尿病が治ったんじゃないかなっていう噂もあるんですけれども、そんな甘いもんじゃないですよね。あら、さっきのが測り間違いのような気がしてきました。こっちが正しい。さっき測った時一回エラーが出たんですよ。だからなんかおかしいなと思ったんですけど、こっちの方が正解なんでしょうね。まあ下がっては来ているんで、まあこれで良しとしましょう。食べる時には気をつけます。コメントとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。評価はグッドでもバッドでもどちらでも。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画をお楽しみに。では